美容整形の医療事故について質問です。先日某美容外科 YouTuber のクリニックがセクシー女優の脱毛の施術をして医療事故が起きました。その事故は火傷してしまい跡が一定期間残ってしまいました。そこで質問です。医療事故で火傷してしまい本業を休業せざるを得ない場合、セクシー女優のその休業期間の収入分をクリニックが保証していくことはありますか？ほぼないと思います。また裁判で勝った場合どのくらい保証されるでしょうか？基本的には手術をする場合って 100% 成功するとは限らないので、事故があったとしてもオウンリスクですよ。事故があったとしてもそれはあなたの責任でお医者さんは賠償しませんよっていう同意書っていうのを必ず書かされるんですよね。なので基本的にはそこのなんか休業保証というのは出ません。ただその今回みたいな感じである程度そのメディアに出て、そこでなんかこう火傷を起こしてしまって、なんかあそこの病院ってなんか腕が悪いよねとか言われるのが嫌なので、これをそのなんか世間に言わない代わりに内々にお金を払うみたいな口止め料という形のは成立すると思うんですけど、純粋にそのなんかもう手術失敗したから休業保証出せやっていうのはなかなかないと思います。で、裁判で戦った場合は多分休業保証はほぼ出ないと思います。結局その 100% 手術を成功しますよっていうのはお医者さん側も言ってないんです。で、同意書にもそういう風に書いてあるので、なので事故が起こるかもしれないというのが分かった状態で手術を受けましたよね。結果として事故は起きましたよね。でもそれはもう前から事故起こるかもって言ってたのでしょうがないですよねっていうことになる可能性が高いんじゃないかなと。なので、裁判とかに起こして、公にするっていうよりは、口止め料をもらうっていう方が、結果として手元にも残るお金は増えるんじゃないかなと思いますけど。